DMX リピータ a t e r b DMX の制御対象機器をコントローラに接続するための機器 DMX512A は A やマイナス485に基づく通信プロトコルであり、主に舞台照明や演出機器の制御に使われている。米国劇場技術協会の技術委員会が1986年から開発を始じめ1990年には ユージット DMX512-1990 という企画に進化した。1998年、エスタがアンシー企画とするべく改定を開始し、一般レビューも行った。改定版エンターテイメントテクノロジー、ユージット DMX512A アシンクロナスシリアルデジタルデータトランスミッションスタンダード4 コントローリングライティングエキプメントアクセサリーズは2004年11月にアンシーに承認された。この現在の版は E1.11UZIT DMX512A または単に DMX512A とも呼ばれエスタが保守している。DMX512 は当初最小公分母プロトコルとして 各社独自のプロトコルのインターフェースとなるべく開発された。しかし、間もなく単にコントローラと超高機の接続だけでなく演出機器や特殊効果デバイスの接続にも使われるようになった。DMX510 にはコントローラ側から制御対象機器に信号を送るだけで自動誤り検出も訂正もない。したがって、 パイロテクニクスの制御のような人命に関わる用途に使うのは安全ではない。その用途にはミディ小コントロールなどが使われる。制御対象機器は一般にデイジーチェーン接続される。各機器には d m x 5 1 2インコネクタがあり、一般に d m x 5 1 2アウトコネクタもある。コントローラの DMX510 アウトにケーブルを接続し、それを 最初の機器の DMX512A に接続する。2番目の機器は1番目の機器の d m x 5 1 2アウトと接続する。通常、最後の機器の d m x 5 1 2アウトには、ターミネータプラグを装着する。これは、インピーダンスを整合させるための抵抗が2番と3番のピンの間にある単純な器具である。機器によっては、自動ターミネート機能があり、 ターミネータープラグが不要である。コネクタ自体は5ピンの XLR だが、実際に使っているのはそのうち3ピンである。機器によっては3ピンの XLR コネクタを使っており、フォーンプラグのジャックで DMX を接続する機器もある。ただし、これらは規格に違反しており、プロ用機器では DMX512A 準拠が一般化しつつある。 DMX512A では5、PinXLR 以外の使用は原則禁止で、コネクタを設置するスペースがない場合は、アダプタを付属させることになっている。ケーブルそのものの規格は、DMX512 から除外され、2004年に、ケーブルに関する規格策定プロジェクトが始まった。ケーブル規格としては、ポータブルな規格と、高級的設備としての規格がある。 これらは各地を移動してショーを行う際に必要となるケーブルと劇場に備え付けの配線に対応している。さらに、インピーダンスとキャパシタンスの基準を定義することで利用可能なケーブルの手引きを提供している。例えば、マイクやオーディオ用ケーブルは特性が違うため DMX512 に使うべきではない。 そのようなケーブルはインピーダンスが低すぎ、キャパシタンスが大きすぎるため、DMX512 のケーブルとして使うと、データの誤りを引き起こしやすい。データプラスとデータマイナスは通常とは、信号の流れる方向が逆である。DMX512A のピン配置は次の通り。 データリンクコモンデータ1データ1データ2データに規定に反して2番と3番のピンの曲線を逆転させているメーカーもあり、アダプタなどが必要になる。照明制御宅には曲線セレクタがあることが多く、全体が逆の曲線なら、アダプタは不要である。DMX512 データリンクでは、まずデータ型を指定する開始コードを送信し、 それに512チャンネルに対応した8ビットコードが続く。したがって1本のケーブルで512個までの調光、または制御が可能である。それ以上の制御が必要であれば、複数の DMX、ユニバースを使用する。ユニバースとは、DMX512 の一つのデータリンクを意味し、そのデータリンク上のすべての機器を意味する。 制御を分離する目的でユニバースを分けることもある。例えば、調光と照明の向きの制御を異なるデータリンクにするなどである。DMX512 のデータは、A ア485の電気的仕様を使っている。DMX の仕様では、電気信号については、A ア485を参照することになっている。データは2 5 0ロビット S で、 シリアルに伝送され、一度に連続転送されるのは、最大513バイトのパケットである。1バイトを DMX512A では、スロットと呼ぶ。このプロトコルでは1ビットのスタートビットと2ビットのストップビットを使い、データはリットルエンディアンである。パケットの先頭には最低でも88ミュー秒のブレーク信号があり、 それに最低でも8ミ0秒のマークアフターブレイクが続く。ブレイク信号は受信側にデータが後に続くことを予告するものである。ブレイク信号の後に最大513スロットが送信される。最初のスロットは開始コードであり後に続くデータの種類を知らせるものである。照明や超高期向けの開始コードは0である。他の開始コードとしては テキストパケット、システムインフォメーションパケット、システム独自のもの、DMX の RDM 拡張用などがある。残りのスロットは、実際のレベルデータである。最大512スロットを送信し、受信側がスロットを数えて、自分のチャンネルを捉える必要がある。DMX には誤り検出訂正機能がないので、受信側がスロットを受信し損なわないことが、 重要である。最大長のパケットの送信には約23ミリ秒かかるのでリフレッシュレートは約4 4ルツである。リフレッシュレートを高くするには送信チャンネル数を減らせばよい。これは512チャンネルをすべて送信し終える前に次のパケットを送信し始めるということを意味する。最小パケット長は24チャンネル分である。しかし、 受信側が短いパケットに対応できないものが多いため多くの送信機は512チャンネルを常に送信するようになっている一般的な調光機は複数の照明を制御するので複数スロットを使って調光レベルを決定する一般に一番小さいチャンネル番号を指定し必要なチャンネル数分をその機器が使用する 例えば6個の照明を調光する。調光器が2台あると、1台目はチャンネル1から、2台目はチャンネル7から使用する。各スロットは1つの照明の調光に対応している。スロットで示されたレベル数値の解釈も様々である。線形プロファイルであれば、スロットの値がそのまま照明の強さに対応する。例えば、 プレヒートプロファイルではスロットが示す値が5%未満であれば5%の出力をキープしておき5%を超えると線形に出力を変化させる照明を自動的に動かす場合連続するチャンネルを使って様々な制御を行う例えば次のような制御が並んでいる超高色合防水平移動垂直移動合棒のチャンネルの値は グループ化して、種板の選択に使う。例えば、0から20は、種板なし、21から40は種板1番、41から60は種板2番といった風になる。また、同じチャンネルで、種板の回転を指示することもできる。DMX512 のケーブルで機器を、デジーチェーンする場合、ケーブル長が長くなると信号が劣化する。そのため、 DMX バッファをよく使う。DMX バッファは DMX512 インは一つだが DMX512 アウトを複数持っていてそれぞれに機器をデイジーチェーン接続できる。DMX バッファを使わずにケーブルを二股にすることはできない。分岐点で信号の反射が発生し誤動作の原因になる。 DMX510 には単純であるがゆえに、堅牢性がある。イーサネットなどの高速データケーブルでは、考えられないような、乱暴な扱いをしても問題なく運用できる。ターミネートプラグなしでも運用に支障がない場合もある。問題が生じるのは、機器のチャンネル設定ミス、ケーブル接続ミス、コントローラーの制御データの間違いがほとんどである。 ケーブルに問題があると機器が完結的に誤動作するなどの奇妙な現象が発生する。補助データリンク用の2つのピンは2つ目のユニバースのデータを送信することを意図しているが最近ではその用途に使うことはほとんどない。メーカーによっては規格で禁止されている3ピンのコネクタを使っている。DMX512A では 5ピン XLR コネクタだけを使用可能としている。なぜそのような規定があるかというと、3ピンの XLR は容易にミキシングコンソールなどに接続できるためである。誤ってそのように接続すると強力な音声信号が照明などの電気回路を損傷する危険がある。しかし一部メーカーは XLR コネクタのエクストラピンを 電力の送電に使っており、これを DMX512 対応機器と接続すると、やはり回路が損傷する可能性がある。照明の向きは、ほんの少し角度を変えただけで、舞台上に当たる光は大きく変化する。そのため、なるべく正確な制御が望ましいが、DMX512 では1スロットでのレベルは0から255であり、 それ以上の細かい指定ができない。そのためパンやチルトにそれぞれにチャンネルを使い0から65,535の値を使って制御する機器もある。これを古いコントローラーで制御する場合2つの連続する制御チャンネルが1つの動作に対応することになる。そして一方は大まかな制御でもう一方が細かい制御に対応する。最近では ケーブルの設置が困難な場合に無線 LAN 技術を使う DMX512 アダプタが登場している。無線で a 4 8 5の信号を送信すると理想的条件下では約900メートルまで通信可能だがメーカーは300メートルから400メートル程度の有効範囲を設定している。チャンネル数の制限、信号が1方向だけである点。 誤り検出訂正ができない点など DMX512 の欠点に対処した拡張が各種提案されている。コントローラとブレイクアウトボックスの間を CAT5 ケーブルで接続して複数の DMX ユニバースのパケットを送信しブレイクアウトボックスから複数の機器に従来と同じ信号を送信する。このような方式は それぞれのメーカーが独自に拡張したものだが、エスタは現在この標準化に取り組んでいる。2004年版の DMX512A では、RDM プロトコルが拡張として規定されている。RDM は、各機器の診断フィードバックをコントローラに送るもので、双方向通信を実現している。2006年にはアンシーにも承認され、急速に広まりつつある。 エスタでは、アーキテクチャーフォーコントロールネットワークスというプロジェクトも行っている。これは、信頼できる転送機構を提供することを第一目的としている。また、アクネには、機器がコントローラーに対して、自身の使用を通知するデバイスディスクリプションランゲージも含まれている。ありがとうございます。